またお邪魔しますです。おやおや、あなた方は確か先ほどの何か当教会に急用でも。急用も何も、ユニミテスの使いというやつに出会ったわ。なんと！それで信者にならないかって勧誘されて、モンスターを生み出すディスクをもらったです。モンスターを生み出すディスクとな。その話詳しく聞かせてくれんか。もちろん。まずは各大陸を悩ませているモンスターの出所から説明するわ。なんと、そのような危険なディスクがあったとは。あんなもの街の中でばらまかれたらただじゃ済まないわ。だからすぐにグリーンハート様に伝えてほしいの。確かにラステーションのようになることだけは避けねばならぬな。ステーションです。早速グリーンハート様に伝えさせてもらおう。そしてお主らはよくこのことを伝えてくれた。褒美として今夜開催されるパーティーに特別に招待しよう。おお、イボッチ太っ腹。やっぱり美味しいものたくさん出るの。イボッチ、あ、もしかしてそのパーティーって女神様も来たりするのかな。グリーンハート様は常にご多忙な身、保証はできませんが、もしかしたら出席なさるかもしれません。本当？帰るといいですね、アイちゃん。では日が落ちた頃にまた教会に来なさい。わしが会場まで案内しよう。じゃあそれまで適当にこの町で時間を潰しましょう。それならちょっと早いですけど、宿を取りに行くです。ああ、 IF さんはちょっと別件の用があるので少し残ってもらえますかな。私に？ええ、少し二人だけで話したいことがありまして。で、私と二人だけで話したいことって何？その前に一つ確認しておきたいことがあります。あなたはグリーンハート様を信仰しているものの、この国のものではありませんね。それがどうしたっていうの？それどころかどの国にも所属していないネナシグサでもある。違いますか？調べたのね。失礼ながら調べさせていただきました。そういえば昔聞いたことがあるのを思い出したわ。リーンボックス教会の長は他国の信者どころか、たとえグリーンハート様を信仰していても自国民以外は認めないって。あなたがそうだったのね。で、私をどうするの？異端の信者として始末するつもり？本来ならそうしていただろう。だが今はこの奇妙な巡り合わせに感謝しましょう。どういう意味？あなたの連れにいる少女ネプテューヌを始末してもらいたいのです。意味わかんないわよ。どうしてグリーンハート様を慕っている教会がネプコを始末してほしいなんて言うのよ。あの者はグリーンハート様だけでなく、ゲーム業界にとっても災いをもたらすもの。遅かれ早かれグリーンハート様ご自身が制裁をお加えになるだろうが、私は女神様にお手を汚すような真似はしてほしくない。だから私に代わりに始末しろっていうの？見事ネプテューヌを亡き者にできたなら、あなたをリーンボックスの正式な一員として受け入れてくれるだろう。私がリーンボックスに？ええ、今までネナシグサだったあなたはさぞかし自分の国が欲しいことでしょう。それを報酬として与えると言っているのです。確かに私は自分の国が欲しいわ。
けど、だからってネプコを殺すなんて。ならなおのこと、この毒薬を受け取るのです。この毒薬は横島なる者にのみ効果を発揮し、清き者には水のように無害とされているのです。な、何よその妙に都合のいい毒薬は。あなたがあの者を清き者だと信じるのであれば、堂々と飲ませればいいだけの話です。私が断ったら。たとえ国民に不安を与えてしまおうが、蛇の者の疑いがある者は軍隊を使ってでも排除するだけじゃ。あのイボなんとかめ、あんな風に脅されちゃ嫌でも毒薬を受け取らなきゃいけないじゃない。それにしてもこれどう見ても毒よね。紫だしドロッとしてるし、なんか泡立ってるし、こんなの誰が飲んでも死ぬに決まってるじゃない。はぁ、参ったなぁ、どうすればいいのよ。って、考え事してたら迷ったみたいね。確かこんな扉のある部屋を通ってきたような。お邪魔しまーす。眩しいですわ。もう誰ですの。せっかく気持ちよく眠っていたのに邪魔をするのは。あー、すみません、今閉めます。で、もしかしてグリーンハート様。あら、女の子の声。まさかこんなところにこんな可愛らしい子が訪ねてくるなんて。かわいい。あなたのお名前は何て言いますの。はい、私はIFと言います。そう、IFちゃんっていうのですね。とっても可愛らしくて素敵なお名前ですわね。グリーンハート様に素敵な名前だって言われちゃった。照れてるお顔も可愛らしいですわ。そうですわ、こうして出会ったのもきっと何かの縁ですし、少し私とお話をしません。私がですか。ええ、教会って年配の男性ばかりですので、会話の相手がいなくて人間関係には退屈していましたの。確かに教会で女の人はあまり見ないですよね。はあ、すごく眠そうですけど、やっぱり教会のお仕事とかお忙しいんですか。ああ、これは別に仕事のせいではありませんわ。昨日から徹夜でゲームをしていただけですわ。さっきまで寝ていたのは次の緊急クエストの発生まで仮眠を取っていただけですから、お気になさらないでくださいな。ゲームですか。女神様でもゲームをするんですか。ええ、もちろん遊びますわ。ゲームもアニメも漫画も、さしずめ三種のサブカル神器は三度の食事よりも大好きですわ。じゃあ、グリーンハート様のブログのあのページは。え、もしかして私の隠しページを見てくださっているんですの。あ、はい。嬉しいですわ。そうですわ、せっかくですし私とお友達になってくださいな。お友達。私が女神様とですか。やはり女神とそういった近しい関係になるのは抵抗があるのですね。あ、
いやむしろ光栄です。では今から私たちはお友達ですわ。よろしくね、アイちゃん。アイちゃん。お友達なのですから愛称で呼び合うのは当然ですわ。なのでアイちゃんも私をベールと呼んでくださいな。それがグリーンハート様の本当の名前なんですね。ええ。あ、けどさらに親しみを込めてベーちゃんでもベルベルでも好きなように呼んでも構いませんのよ。アイちゃん、ベル。したら途中で興奮しちゃってつい頭に血が。お気になさらないでくださいな。私としては愛ちゃんとたくさんお話できて楽しかったのですから。私もグリーンハート様とたくさんお話できて楽しかったです。初めはあんなに緊張してカミカミでしたけど、ようやく慣れてくださったのですね。いや、慣れって怖いですね。けど今でもすごく緊張しているんですよ。私たちは友達なのですから早く慣れてくださいな。頑張ります。あ、そうですわ、メールアドレスの交換を忘れていましたわ。いいんですか？いいも何も、私たちはお友達なのですから、メールアドレスの交換くらい普通ですわ。これで私たちはベル友ですわね。これが女神様のメールアドレス。やった！遊びに来るとき以外にも気軽にメールをくださいな。はい。あ、そうだ、私そろそろ帰らないと。あら、残念。もう少しお話をしたかったのですけど、お友達を待たせているのなら仕方ありませんわね。また遊びに来ます。ええ、またいらしてくださいな。愛ちゃんなら24時間いつでも歓迎いたしますわ。その時はもっとおいしいお茶を用意してお待ちしておりますわ。彼女ならもしかして。愛ちゃん遅いね、どうしたんだろう。寄り道ですかね。案外グリーンハート様に会いたくてこっそり忍び込んでたりして。いくら愛ちゃんがグリーンハート様が好きでもさすがにそれは。ただいまー。アイちゃん、お帰りなさいです。もう、いつまで待たせるの。ごめん、イボなんとかってやつの話が長くって。そういえば、お話って何だったんですか。確か、世界情勢について聞きたいとか、そんな感じだったわ。なんだ、てっきり愛ちゃんのことだから会いたい一心でグリーンハート様の部屋を探してたのかと思ったよ。何言ってるのよ、レプコじゃないんだからそんなことをするわけないでしょ。そんなわけでパーティー会場にやってきました。の巻、美味しそうなお料理がいっぱいです。おやおや、皆さん楽しんでいますかな。ちょうどこれから楽しむところだよ。あ、そうだ、せっかくだからおすすめの料理を教えてくれないかな。こんなにたくさんあると目移りしちゃってさ。やっぱ旅先の料理は地元の人におすすめを聞くのがセオリーだと思うんだ私は。
おお、でしたらちょうどおすすめの料理を持ってきたところじゃった。この山越シェフ特製トリュフとフォアグラのキャビア添えはどうじゃ。世界三大珍味を惜しげもなく使ったリーンボックスでしか食べられない超高級料理じゃ。さすがリーンボックス、まさに高級食材の三位一体だね。すごいです。一体どんなお料理なんですか？新鮮なトリュフとフォアグラの上に世界的に有名な山越シェフがキャビアを乗せ、さらに菰道シェフがオリーブオイルをかけた化学調味料ゼロの素材の味を生かした料理じゃ。無駄に贅沢な料理ね。てか味付けがオリーブオイルだけって。じゃあ早速この大きいのをいただきます。ネプコ食べちゃダメ。どうしたの、アイちゃん。もしかして私が食べた塊狙ってた？けど残念、もうお腹の中なんだな、これが。あれ、もしかして私の勘違いだったの？ネプコ！ネプネプ、急に倒れてどうしたんですか？イボなんとか！あなたね、ネプコに毒を持ったのは。毒ですか？その通りです。しかしこれで彼女がジャのものだと証明されました。ジャのものって、あんなの誰が飲んでも猛毒に決まってるじゃない。ネプネプ、聞こえるですか？聞こえたら返事をするです。者ども、今すぐにこのジャのもの3名を捕まえるのだ。こやつらはグリーンハート様にあだなすユニミテスの使いじゃ。はっ、イボワール様。違うわ、何勝手なこと言ってるのよ。痛いです、話してくださいです。お前もだ。痛いってば。お願い話して。コンパネプコ、お主たちはしばらく牢に入って頭を冷やすのじゃな。なーに、一週間も牢にいればユニミテスの洗脳など解けて改心するじゃろ。アイちゃん、あれから何時間くらい経ったですか？ちょうど3時間くらいね。助けを呼びたくても携帯は圏外で打つ手なしか。ネプコの様子はどう？薄暗くてよくわからないんですが、ネプネプの体、どんどん体温も下がってるです。そうだ、コンパならなんとかできないの？看護師の卵でしょ。無理言わないでほしいです。患者さんの診断や薬の調合なんて、お医者さんと薬剤師さんじゃないと無理です。ネプネプ、ごめんなさいです。私、ネプネプが苦しんでるのに何もしてあげられないです。そんな、私のせいだ。私がベール様のことで浮かれて毒のことを忘れてしまったから。お願い、誰か助けて、ベール様。私を呼びまして、アイちゃん。嘘、ベール様。とりあえず彼女はベッドに寝かせましたけど、まさか私の知らないところでこんなことになっていたなんて。アイちゃん、もしかしてこの人がリーンボックスの女神さんです？ええ、そうよ。アイちゃんすごいです。女神さんと知り合いだったんですね。けどどうして私たちが捕まってるって分かったんですか？女神ですもの、
パーティーの参加者くらいちょっと調べればわかりますわ。本当はあんな退屈なパーティーはいつものように欠席して先週買った積みゲーを崩す予定だったのですが、愛ちゃんがゲストで参加するとわかれば話は別ですわ。それで会いに行こうと思って会場に向かった矢先にあの騒ぎでしたの。あのもしかして最近ベール様が部屋に引きこもってなかなか姿を見せない理由って、積みゲーを崩すのとネトゲが忙しかったからですわ。社交辞令だらけの退屈なパーティーよりもゲームをしたりチャットを楽しんだ方が有意義ですもの。アイちゃん、グリーンボックスの女神さんってやっぱり、ええ、ガチのゲーマーよ。悔しいけど、ネッコとの賭けは私の負けね。ネッコ、それがこの子のお名前ですね。はい、あーけどネッコっていうのは愛称で、名前はネプテューヌって言います。ネプテューヌ、この子が…ベール様？あ、いえ、ただの独り言ですわ。それより、お二人にこの騒ぎの詳しい話をお聞きしたいのですが、きっとお食事もまだなのでしょう。クッキーとスコーンしかありませんが、美味しい紅茶もご馳走しますわ。まさかイボワールが…それに、アイちゃんたちの会ったというユニミテスの使いも放ってはおけませんわね。けど、それよりも今はネプテューヌの解毒を優先した方が良さそうですわね。さっきよりも顔色が悪くなってるです。アイちゃんがイボワールから渡されたという毒ですが、かなり古い時代のもののようですわ。ベールさんは博識なんですね。話を聞いただけで毒がわかるなんてすごいです。いえ、私には毒物に関する知識はありませんわよ。え、じゃあどうしてわかったですか？話を聞きながらネットで調べましたの。やはりネットは偉大ですわね。匿名掲示板で質問してみたんですが、ちょうど専門家の方がいてすぐにわかりましたわ。あら、どうしたんですの？そんなドン引きするような目で私を見て。思っていたよりなんだかすごい人です。気のせいかしら。今コンパさんだけでなく愛ちゃんとの距離もぐっと開いたような気がしますわ。気のせいですよ。それよりも他に解毒剤の情報はなかったんですか？ありましたわ。けどそれを作るにはリーンボックスのある秘境に住むモンスターの素材が必要みたいなんですの。なら早速行くわよコンパ。はいです。あの、なんでベール様も一緒にいるんですか？ひどいですわ、アイちゃん。私と一緒にいるのが嫌なんですの？そういう意味じゃありませんって。こういう時は、なんて言えばいいのかしら。冗談ですわよ。焦ったアイちゃんも、可愛いですわね。かわいい？これから行くダンジョンはまだしも、もしレベルを上げたくて一つ前のダンジョンに戻った場合、きっ
と3人パーティーを前提にバランスが取られているはずですから、1人欠けてしまっては倒せる敵も倒せなくなってしまう場合もありますの。けど私がパーティーに入ったからには安心してくださいな。しっかりとプロの仕事をお見せしますわ。もしかしてプロっていうのは？もちろんゲーマーとしてですわ。けどベールさんまで薬草を探しに行くとなるとネプネプが一人になってしまうです。それなら心配はありませんわ。ベール様、この人は一体？もしかしてお二人ともランランを知らないのですか？はい。ランランはゲーム業界におけるスタンドアローンコンプレックス現象そのものと言われているんですの。スタンド…なんです？簡単に説明しますと、悪性などにより国を捨て豚さんのペルソナをまとい、その悪性を糾弾する流浪の民の総称ですわ。この子は少し前にリーンボックスに流れ着いたのを私が拾い、個人的に飼っているんですわ。飼っているって？例えではなく、存女そこらの猟犬よりも優秀なんですのよ。おほー、教会内の政治に左右されることはありませんので、安心してくださいな。それでそれでベール様、ランランに何か用？これこれこういう理由で、私の部屋にいるネプテューヌの看病をお願いしたいんですの。ラジャーなの！さて、それでは参りましょうか。その油断が命取りですね。やられたいの誰？一戦ほら来た。やっと私の番ですわね。手加減はしませんわ。そこ、怪我の治療は任せるです。ごめん、私でもできたです。注射の時間です。で、やられたいの誰？邪魔よ。私のターンですわ。そこ、女神を甘く見てもらっては。Thank you.
油断しすぎよ。そこね、一戦。やっと私の番ですわね。手加減はしませんわ。怪我の治療は任せるです。痛いですよ。痛くないわよ。私の番ね。キュー、もらった。これはおまけよ。と弱い。何をいたしましょうか。どうです、次はどなたかしら。はっ、私の美し、なかなかいいものじゃない。その油断が命取りですわ。私に任せなさい。魔界将ご縁。さて何をいたしましょうか。どうです、チェックメイトですわ。覚悟のチェックメイトですわ。注射器はいかがですか。頑張るです。やりますわね。でやられたいの誰。一戦、ソウルズコンビネーション。やっと私の番ですわね。覚悟なさい。手加減はしませんわ。患者さんはどこですか。いい実験台発見です。やったです、大勝利です。その油断が命取りです。私に任せなさい。魔界将ご縁。やっと私の番ですわね。どうです、覚悟なさ。次はどなたかしら。ちょっと頑張っちゃおうかしら。注射器は一発で当たります。治療するですよ。私に任せなさい。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。さて何をいたしましょうか。私の美しさに。油断しすぎよ。覚悟なさい。邪魔よ。これはおまけよ。取っておくなさい。私のターンですわ。手加減はしませんわ。覚悟なさい。手加減チェックメイトですわ。治療するですよ。
でしょ。やられたいの誰？邪魔よ。ソウルズコンビネーション。怪我の治療は任せるです。私が治すです。痛いです。どうです？そこ手加減はしませんの？怪我の治療は任せるです。注射器はいかがですか？頑張るです。で、やられたいの誰？弱い。何をするんですか？やっと私の番ですわね。覚悟なさい。ダージリンローテ。で、やられたいの誰？邪魔よ。ソウルズコンビネーション。これくらい余裕よ。お宝ゲット。奇襲成功。もらった。覚悟なさ。ソウルズコンビネーション。やっと私の番ですわね。どうです？チェックメイトですわ。ダージリンローテ。アクアク。こんなの。患者さんはどこですか？私が治すです。私の番ね。もらった。ソウルズコンビネーション。手加減はしませんわ。怪我の治療は任せるです。みんな元気になるですよ。私に任せなさい。そこね。これはおまけよ。取っておきなさい。さて、何をいたしましょうか。手加減はしませんわ。そこ。患者さんはどこですか？治療するですよ。私に任せなさい。もらった。もらった。これはおまけよ。取っておきなさい。じゃあ、はっ。そこ。少しだけ頑張っちゃった。慢心が生んだ結果なのかしら。先手はいただきましたわ。私に任せなさい。私が直々に冥界に送ってあげるわ。はあ？また私たちに。発見です。
アイテム発見です。さっさと終わらせて先に行くわよ。ほら来た、ほら来た。さて何をいたしましょうか。手加減はしませんわ。パンジャさんはどこですか。痛くないわよ。ほら来た。やっと私の番ですわね。覚悟なさい。私の美しさに。その油断が命取りですか。私に任せなさい。やっと私の番ですわね。そこ、アクアク、エイデス、注射器はいかがですか。一戦、ほら次私のターンですわ。手加減はしませんわ。パンジャさんはどこですか。行くです。で、やられたいの誰。討伐か。いい、さっさと終わらせて先に行くわよ。魔界ショー誤演。弱い。何をいたしましょうか。そこ、そこ。次はどなたか。ご支度頑張っちゃおうかしら。いくです。いい実験台発見です。もらった、もらった。これくらい余裕よ。やはりレベルアップの音は何度聞いてもいいですわね。その油断が命取りですね。やられたいの誰。魔界ショー誤演。弱い。私のターンですわ。どうです、手加減はしませんわ。怪我の治療は任せるです。いい実験台発見です。私に任せなさい。そこね、ソウルズコンビネーション。やっと私の番ですわね。まあ当然の結果です。先手はいただきましたわ。私の番ね。邪魔よ。一戦、ソウルズコンビネーション。さて何をいたしましょうか。
でか次はどなたかしら。怪我の治療は任せるです。これが私たちレベルアップです。この調子で。うわー、なんか体がギューンってなった。えい、跳躍アイテム発見です。道はこっちで合っているはずですから、そろそろいると思うのですけど。ネプコのためってのもあるけど、これだけモンスターが多いんじゃ、こっちも早めに見つけて帰らないと体力がやばいかも。そういえばベールさんは他の女神さんみたいに変身しないんですか？変身？ああ、女神化のことですわね。私、ベール様が変身した姿見てみたいです。困りましたわね。女神化はとても体力を使うので、いざという時に取っておいたのですが、アイちゃんがどうしても見たいというのであれば、私をベルベルかベーちゃんの愛称で呼んでくださいな。そうしたらお見せしますわ。そんなベール様を愛称で呼ぶなんて、私には。私の女神化した姿見たいのでしょ。でしたらほら、恥ずかしがらずに呼んでくださいな。ベ、ワクワク、ベ、ベル、もう一息ですわ。あのー、ほら、どうしましたの、コンパさん。わかりましたわ。コンパさんも私を愛称で呼びたくなったのですわね。そうじゃなくて、ベールさんのすぐ後ろにモンスターさんが。私の後ろ？運がいいとはまさにこのことですわ。お二人とも、このモンスターが私たちの探していたモンスターですわ。いつの間に？アイちゃんとベールさんがゆりゆりしていた間です。何言ってるのよ、コンパ。別に私はベール様とゆりゆりだなんて。照れているアイちゃんは可愛いですわ。やはり普段の凛々しいアイちゃんとのギャップが。敵を前に見とれている場合ではありませんわ。さあ、お二人ともサクッと倒してお友達のもとへ帰りますわよ。私だってやるときはやるです。ほら、来た。そこね、ソウルズコンビネーション。そして何をいたしましょうか。どうです、手加減はしましょうか。患者さんはどこですか。いい実験台発見です。私の番ね。一戦ソウルズコンビネーション。私のターンですわ。そこ、覚悟なさい。怪我の治療は任せるです。頑張るです。で、やられたいの誰。ソウルズコンビネーション。やっと私の番ですよね。そこ、覚悟なさい。ワクワク、注射器は痛く頑張るです。で、やられたいの誰。魔界将ゴーエン。この程度でしたら。シレットスピア。ワクワク、
で、やられたいの誰？これはおまけよ。取っておきなさい。ワクワク。注射器実験台発見です。私のターンですわ。どうです？私の番ね。そこね。ソウルズコンビネーション。さて、何をいたしましょうか。手加減はしませんわ。ダージリンローテ。怪我の治療は任せるです。頑張るです。私の番ね。邪魔よ。これはおまけよ。取ってください。私のターンですわ。ご覧なさい、これが私の究極装具ですわ。魂のかけらすら残さず消えなさい。その程度で私の相手がレベルアップ。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。やったぜ。さて、解毒剤に必要な素材も手に入れましたし、帰りましょうか。ベール様の女神姿、最後まで見えなかった。きっといつか見れる日が来るはずですから、落ち込んじゃダメです。そうですわよ、アイちゃん。きっと近いうちにお見せしますわ。帰ってきたことですし、早速薬の調合を始めましょうか。コンパさん、お願いできまして。私、薬剤師さんじゃないので、お薬は作れないんです。それは困りましたわね。私もアイちゃんも医療の分野は専門外、頼れるのはコンパさんしかいませんのよ。ランランさんはどうなんですか？ランランは豚だから難しいことはよくわからないよ。そういうことだからお願い、コンパ。この中ではあなたしかいないのよ。けど、ネプテューヌを救いたいのでしょ？救いたいです。ネプネプを助けてあげたいです。けど私じゃダメなんです。言っている意味がわからないわ。説明してくれる？実は内緒にしていたんですけど、私クラスじゃ落ちこぼれなんです。勉強も実習も苦手で、クラスのみんなと比べるとダメダメなんです。だから、こなんだ、そんなことか。何事かと思いましたけど、そんなことでしたのね。何もコンパ一人にネプコの命を背負わせるつもりはないわ。そうですわ。私たちも可能な限り協力はしますわ。だからコンパは私たちに指示でもアドバイスでも何でもいいから、知っていることを教えて。みんなでネプコを救うのよ。